はい、さすがのノリですね。ロサンゼルスでレコーディングされたレミの4枚目のアルバム、マイサンクチャリーから That's All Right 聴いていただきました。1分間でごめんなさい。突撃クエスチョン。はい、可愛らしいですね、レミの声をね。1分間でごめんなさい。もうああいう声が僕も出るとね、いいんですけどね。1分間にできるだけ多くの質問に答えてもらうというこのコーナーなんですよね。はい、で、突撃クエスチョン、まあいろんな質問をするんですが、うん、今日のテーマはお好みシリーズということで、レミが好きなものをですね、いろいろと聞いていきたいと思うんですね。はい、で、最高は10問までお答えいただけるとありがたいんですが、で、時間内にこの10問をですね、うん、全部答えた場合には満点賞として素晴らしい賞品があるんですね。うん、もうすごいです。もうハワイ、はい、ガムというようなところにですね、うんうん、ひょっとしたらいけるかもしれない。すごいですね、うん、これはね。そうじゃない、この番組のディレクター、うん、この人たちが連れてってくるかもしれないですね。はい、どうしてかっていうと、この番組のディレクターの実物大キスマークがついた、うん、キスマークが、うん、実物大のキスマーク、ごめんなさい、うん、キスマークがついたってタオルかなとかと思ったら、ちょっと実物大のキスマークが、うん、私の熱いキス、私のキスとなかなか歯が出てますね。歯が出てますね。いっぺん食い込んだら離れないですね。小判ザメのようなキスをね、やりますからね。はい、どっちがいいですか。いや、両方いりません。両方いらないって、もらってもらわなくちゃ困るんですからね。じゃ、とにかく10問ね、はい、行きましょうね。はい、副賞としてハワイとかガムガムとか、うん、そういうのはないですけど。それでは行きましょう。はい、スタート。1年のうちで一番好きな季節。夏。1日の中で一番好きな時間。夕方の7時かな。今まで見た映画の中で好きな作品は。ジョン・ブックの目撃者。お、好きな男性のタイプ。包容力があって、エネルギッシュな人。あれ、好きな女性のタイプ。マスター・チャキンスキーみたいな人。あ、割と痩せ方。うん、自分の体の中で一番好きなところ。腕。あ、そうですか。なんか全部見えませんけどね、今日は、ね、好きなお食事のメニューは。で、刺身定食となめこおろしがついてるかな。一番好きな遊びは何ですか。ローラースケートとドライブ。ローラースケート上手なの。一番好きな言葉は。ラブ。ラブ、うん、そして自分の曲の中で一番好きなのは何でしょうか。曲の中ね、ジャストンリー。あ、入ったかな、うまく入った。わあ、やったですね。すごいじゃない、ディレクターの実物大キスマークか、私の熱いキスでもないですね。どっちにしよう。あら、今が楽しいですね。いやー、無害して消毒しておきますからね。あ、そうですか。しかしね、はい、ローラースケートってそんな上手なんですか。うんとね、中学校の時に毎日行ってて、うん、上手になった。でもくるくる回れるぐらい。くるくる回れない。バックスケートぐらいまでしかできないけど。ああ、バックできんだ。うん、はあ、羨ましいですね。一番好きな言葉はラブ。うん、はあ、好きな人、ラブしてる人いるんですか。ラブしてるっていうよりか、なんかラブってすごく大きい意味があって、とてもいいなって思う。包容力があってね、うん、そういえば好きな男性のタイプは包容力があってエネルギーが、エネルギッシュって割と行動力がある人が好きなんですよね。私はいろんなところに遊びに行きたい で、うん、でそういうところに誘ってくれて一緒に行こうって言って、こう、もう割と行動力のある人がいいなっていう。ご飯の食べ方なんか、じゃあエネルギッシュなの。なんでバカ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 って食べちゃうのか。もうカレーかなんか、カレーとなんかラーメンと一緒に食っちゃうのか。いや、なんかそういうのはダメ。だからね、ううエネルギッシュって言っても、なんかやっぱりそういうところにデリカシーがあるといいなって難しくなっちゃう。思いますよ。だいぶ難しくなっ好きな食べ物って面白いですね。お刺身ってしか、なんか余計なもんがなんかついてましたね。うん、余計なもんっていうか、なんかおいしそうなもん。なめこおろし大好きなの。ほんと、うん、へ、それさえあればもう幸せなわけ。幸せよ、うん、もう日本定食の。でもこの間ロサンゼルスしたら刺身定食とかあんま美味しいのなかったんじゃない。刺身定食はあんまりね、なかった、ね、うん、でも大きいレストランで堀川っていうレストランがあるんだけど、うん、そこに行くとあるけど、うん、ちょっと高いんですよね、ね、値段が、うんうん、まあね、その辺では本当にね、日本ってのはお刺身美味しいですからね。そう、美味しい、はい、見事1分でクリアしていただきましたんでね。後ほどゆっくりと、私も大いに期待したいところでございますが、続いてのコーナーに参りましょう。はい、レイミー、私のこの一枚。可愛らしいお声でございましてね、本当にね、
私のこの一枚、はい、ちょっと最後のが抜けたような感じ、この一枚みたいな感じでね、さてそんなレミなんですけど、はい、自分でお金出して買ったレコードってのはいつぐらいが最初ですか、ね、うん、そうですね、うん、東京に出てきてからかな、本当、うん、高校卒業してから、うんうん、あのどうしよう、一枚ね、この一枚私好きっていうのあるとしたら誰ですか。そう、あの、うん、ビリー・ジョエル の、うん、あの Just the way you are っていう曲なんですけど、すごくいい曲ですね、うん、これなんで印象残ってる、うんとね、まあ、高校1年の時に、うん、あのあ卒業した後だけど、うん、割とあのそれ聞いて、あのなんかわかんないけど泣いちゃったんですね、なんかあのとても優しいね、うん、歌だなと思って、うーん、そういうなんかわかんないけど、うん、そういう風に言う人ってすごく優しいなと思って、うん、もうレミの場合どうですか、こうやって、うん、Just the way you are ってこう歌ってるともうそのままパッと意味がこうわかるでしょう、はいはい、羨ましいですね、私なんかね一生懸命歌詞カード見ながらなんて歌ってるのかなと思ってですね、翻訳したりしながら聞かなくちゃいけないんですが、うん、そういう辺でも飾り気がない感じがすごく好き、うん、ね、はい、それじゃあ早速ですね、このお素顔のままで聞いてみたいと思います、じゃあ曲紹介お願いします、はい、はい、ビリー・ジョエルの、Just the way you are です、はい、今週はですねレミーをゲストにお迎えしてお送りしておりますけれどもね、レミーのこのアルバムマイサンクチュアリーなんていうんですけれどもね、はい、このアルバムロサンゼルス録音ということでね、そうなんですね、今回はなんでこのロス録音ということになったんですか、うん、と去年の秋ぐらいからね、うん、こう次のアルバムのサウンドってもうイメージしてて、はい、割とポップなサウンドにしたくて、うん、アレンジャーもしかして向こうにいるかなと思って、たまたまいろいろ当たってみたら、うん、トレバー・イチって言ってロサンゼルスに住んでるプロデューサーがいて、あの割とレイミの声にもなんか興味持ってたし、うん、だからいろいろすごいこう向こうからのオファーでね、うん、こっちも乗ったっていう感じで、へー、うん、こういうロサンゼルス行って初めてですか、ロサンゼルス行くの初めてでした、はー、なかなかこう乾燥した雰囲気があるでしょ。そうなんですよね。ね、でもなんか東京でね感じたこう、うん、テンションとかが全部スカーッとこう抜けちゃうようなね。ね、広々とした感じありますよね。ね、そう。でミュージシャンもたくさんねみんな頑張ってますしね。そうなんですね。どうですか、あのレコーディングにいろんな人、リー・リトナーなんていうね有名なギタリストも参加してたようなんですけども、うん、レミの場合は英語上手だからみんなこう、うん、あはいはいというような感じで。そうなん、そう、もう出入り、もうなんかいろんなミュージシャンが出入りするのね、スタジオに。に、うん、今回リー・リトナーのプライベートスタジオをあの使ったんですね。だからリーのお父さんお母さんも遊びに来てたし、うん、なんかハービー・メイソンとかいろんなこうビッグミュージシャンたちが遊びに来てね、こう顔出したりして。すごいね。うん、いろんな人と会えたから、うん。何日間ぐらいいたんですか、ロサンゼルスの方に。45日間行ったんですね。うん。よかった、うん、もうなんていうの、帰りたくないなっていう感じでやっぱりいいなと思って。そうですか、うん、まあでもこのアルバムでねどんなところを一番聴いてもらいたいですか、まあ、さっきちょっとポップな感じって言いますかね、うん、ビートの効いた感じしましたっていうお話ありましたけど、あとでもしっとりした曲もいっぱいあるので、うん、あのそういうしっとりした曲の中のレイミの声って変わってきてると思うけど、うん、そういうあの声かな、うん、今回あの聞いて、あすごい、あのまあすごいじゃなくてなんか変わったのかなっていう感じがするけど、うんうん、歌い方とかね、はい、そういうところをこう聞いてもらいたいなって思いますね、うん、はい、そんなレミーのですねコンサートなんですけれどもね、はい、8月23日名古屋でイベントがありまして、そのイベントにゲスト出演ということなんでありますけれども、その後9月25日マイサンクチャリーの今お話にありましたビデオが発売になりますね、はい、そして10月の頭から12月中旬にかけてレミー初の全国ツアーです。楽しみですね。そうなんです。さあやっぱ面白いでしょ。ね、楽しみです、もうたまらないですね、はい、学園祭などを含んで約30本ということでございますけれどもね、それじゃあ最後に7月25日に LP と同時発売されましたレイミのニューシングルです、 Just Only You、 これを聞いてお別れしたいと思います。活字をたどる
やー本当にですね、今週も安らかにお送りしてまいりました。アイドルランドいかがでしたでしょうか。本当はレイミな華奢な体なんですけれどもね、最後のあのバラードの曲なんかよくあんな曲って言いますか、声が出るなっていうような感じでね、素晴らしいボーカルでございますね。さあ最後にリスナーから質問のおはがきを1枚紹介したいと思うんですが、東京都は世田谷区にお住まいの有田さとみさん、21歳の方からのお便りです。レイミーは新しいアルバムにもたくさん自作曲を書いていますが、曲はどんな時に浮かんできたりするんですかという。そうですね、あの寝起きの時にねまだベッドの中でね、ベッドの中入ってる時にとか曲書いたりしますよ。頭の中で、頭の中で浮かんできて、それをどう、覚えてるんですか一生懸命。そう覚えてる。でもう寝らんないねっていうか、頭あの起きてる時だから。ああそうかそうか。ですぐほら1日始まる時間でしょ。僕はパッとね、一遍目が覚めてもすぐまた寝ちゃうんですよ僕の場合。あ、本当？もうね、二度寝三度寝するタイプでね。ダメです、それはダメか。そう、まあ、起きてくる時にパッとメロディーが浮かんでくるの。そうなんです。音楽とともにやっぱりアルゼンチン単語で目が覚めたのと同じように、同じように、ね、頭の中で音楽が鳴って起きてくる。いいですね。ね、そうなんですよ。今回はでもピアノに作ったのが多いから、うん、そうですね、はい、ちゃんとピアノでピアノに座って書いたんですけど、はい、そういうことだそうですね。有田さん、あなたもね、一つ切るときに音楽が浮かんできたらパパッと書き留めたり ね、テープに吹っ込んじゃったりしちゃいましょうね。レイミーみたいに素晴らしい曲が書けるようになるかもしれませんよ。さてこんなレイミーから素敵なプレゼントがあるんですが、なんとサイン入り特製 T シャツですね。抽選で3名の方にプレゼントです。ご希望の方はおはがきで住所、氏名、年齢、そして番組への希望やメッセージ、特に今後呼んでほしいゲストの名前やゲストに聞いてみたい質問などをはっきり書いて、アイドルランドレイミー係、アイドルランドレイミー係まで送ってくださいね。宛先は今お聞きの放送局、今お聞きの放送局前です。なお発表は発送をもって返させていただきます。さて来週はアゲインシリーズの第2回目として松本伊代ちゃんが再登場します。どうぞ皆さんお楽しみに。コウタロウのアイドルランド、この番組は誠意と技術で世界に放出するシャープの提供でお届けいたしました。ではまた来週、バイバイ。 See you again. おでっかいでっかい声が。声出ました？元気。こんにちは。こんにちは。どうもすいません。ねえ、はい、今日もうあと1時間ちょっと、4時からでしょ？そうです。NS ビルで。4時から新宿の NS ビルでですね、デイベントがあるんですよ。うん。先週はどうもお世話になりました。いいえ、どういたしまして。それでですね、もうかなりの人が並んでてですね、もうずっと朝から待ってる人とかもいてくれて、まだまだ間に合いますんで。なんだ、宣伝のための電話か。いや、そんなことないです。うん。岩瀬さん、明日お誕生日おめでとうって、それじゃないのか。知ってますよ、そのぐらい。忘れてませんよ。そうか。岩瀬さん、プレゼント届きますからね。うん。でもね、言葉より、物で示そう。あの、お祝いの心。わかった。わかりました。うん。はい。でもね、ファンの皆さんとこれから4時から、握手会をするわけですけれども。そうです。これはあの、単なるスタートの一歩ですからね。はい。頑張っていきましょうね。そうですね。とりあえずみんなが来てくれるのをね、うん、願って。頑張っています。明日発売の明日にワンウェイ。そうです。これも結構予約状況なんかいいんでしょ、はい、全国ずっと回ってきまして、この間大阪とかね、福岡とか行ってたんですけども、2500人以上の人が集まってくれてですね、どこでも行っても、だから東京もあと頑張んなきゃいけないなと思ったんですよね。そうでしょうね、はい、どこの場所でも有効だと思うんだけど、はい、どこのサイン会場がですね、一番お客さんの質はいいですか。一番やっぱりね、さすがにやっぱり今日が一番いいんじゃないかなと思ってますということも先週言ったし、先々週も言ったんでしょう。はい、あの場所でいろいろと分けてますんで。そうですか、はい、それじゃあの大時計の下でですね、頑張ってくださいね。わ、はい、かりました。でその時間ラジオやってるからって、あのラジオ聞いてる人にはちゃんと言うんだよ。わかりました。はい、日本放送企業に行ってね、はい、どうもありがとうございました。夜のあのオールナイト日本も頑張ってくださいね。はい、すいません、急にで、はい、はい、どうもありがとう。どうも失礼します。エビーブラザーズの中山秀樹くんでございました。すぐうちの大学学園祭やるんですよね。うん、もうそのままって感じ。そうですか。うちの大学ってのは東京芸術大学、芸大ですもんね。芸大の歌手、芸大の歌手。何かさ、もうちょっとね、はい、あの音楽に別にこう変化はありませんけれども、どちらかというと、はい、なるほどみたいなね、音楽っていうのもあるでしょ。そうですね。ね、
で和田さんの場合には、はい、芸大を出てから、うん、いわゆるこうポップス系の、はい、それからロック調の、うんうん、さらにはこうムーディーな、うーん、歌謡曲っぽいのみたいなね、うんうん、どちらかというとみんながお風呂場で口ずさむような、もしくは買い物しながら炊事場でとはいはい、はい、いう風な曲に移ったんですか、それとも前からやってたのかしら。あのね、大学でバンドやってた時は、うん、あのレゲエバンドとかね、うん、ジャズバンドとかそういうのやってたんです、ね、そう、いかにもこう芸大の匂いがするみたいなね。そうですか、うん、でもね、でもどっちかっていうと楽に歌えるジャズとかね、うん、そういうのをやりたかったんで。ああ、なるほど。ゆくゆくはそういう世界に、うん、やっぱりこう本格的にね芸大でもって音楽を学んだと、はい、勉強したんでしょ。いや、私が学んだのは美術なんです。あ、美術の方なんですか。音楽はやってないです。あ、本当。ということは音楽とはあのバンドの趣味の部分で。そうですね、うん、あのやりたいことの一部みたいな。あーは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 ー。まあ、いずれにしましてもね、こちらのですね、会場内フェアね、いろんなコーナーありますけれども、うん、はい、イメージ的には本当に芸術の秋という。そうですね、うん、もういよいよそういう時期なんだなっていう、もうなんかね、こういう雰囲気大好きなんです。大好きなんですか。もう学校行くとこういう感じだったんで、うんうん、しばらくちょっとこういう感じから離れてたんでね。芸大では何を勉強されてたんですか。彫刻家で、ずっといつもカンカンと石を掘ったり。あ、そうなんですか。木を掘ったりやって。思い出した、去年のデビューの頃いろいろ伺ったことがありましてね。そうですね、そう、彫刻のですね、はい、モデルやなんかに、あの男性を使ったり女性を使ったりとかね、人間像をうんぬんという話を聞きました。うん、そうです。どうです、その時確かですね、男を使うんですかというようなことを聞きました。意味悪な質問しますね。男性モデルね、作ったことないんですよ。ああ、そうですか。なぜかね、そうという話をしたと、ね、いう話をしました。でだけどね、はい、そういうふうなこうなんていうんですか、飲みを持つというかね、うん、彫刻をやるというかね、うん、そういう虫はうずいてきません、最近。いや、ずっとやってます。やってます、うん、いずれ個展やりたいと思ってるんですけどね、うん、こちょこちょと、うん、学校に行った時みたいな大きなものちょっと今作れないんで、うん、なるべく家でできるぐらいの大きさになっちゃうんですけどね。あ、ちょっと待って、家でできる大きさだったら結構大きいですよ。うん、そうですね、うん、それはどのくらいの大きさのことを。いや、今まで作ってるので大きいのは1メーターぐらい。大きな1メーターぐらい。でもそれは形として1メーターになるんですか、それとも最も大きくてだんだんこう削ってって、そうなの。今家の中で作ってるのは大きくなっていく方を作ってます、うん、でじゃあ家で作れないような、うん、例えばこう学校とかね、うん、それからなんかアトリエとかね、はい、そういう場所で作るものは大きさどのくらいのもの。それはね、卒業時作ったのは2メーターの木をそのまま削ったというなんです、ね、だって2メーターの木っていうとね、はい、身近なところは1メ下からね、うん、1メーター50ぐらいまでは立ったままとか ね、そうですね、しゃがんでできますよね。上の2メートル部分になると、あのね、木自体を寝かしたりとかね、うん、あとはしごに登ったりしてやるんです、うん、あとこう釣ってもらったりとかいろいろやらなくちゃいけない。結構本気でこう力がなくちゃできない部分もありますね。もう体力ない人ダメです。ダメですね、うん、体力あれば大丈夫です。いや、そこで培った体力は音楽にも生きてますね。あのね、やっぱり強いですね、うん、あんまり疲れないです。疲れない。で今回ですね、こちらのイベントのテーマソング、はいはい、これを歌うに至ったのは、どういうわけか、まあ、こういうイベントなんでね、うん、うちの芸大の先輩も随分参加して、日比野さんとか、はい、あと音楽プロデューサーの坂本龍一さんも大先輩なんで、そういう方面からとか、まあ、後輩だということで来たのと、うん、じゃないかなと思うんですよね。なるほどね、学園祭の雰囲気を一番最近で持ってるパターンということで、うん、はい、さて明日と、はい、それから明後日、しあさっての火曜日に、日曜日と火曜日のお休みの日に、はい、こちらの方でステージをやるんですよね。そうです、やらせていただく、うん、どんな感じに行くんですか。まあ、このテーマソングも歌いますし、うん、今まで出したレコードの中のね、うん、なかなか自分だけのライブってやってないんで、うん、みんなにわっと本当にこういう雰囲気でよかったなって今日思ったんですけどね、学校で歌ってるような感じで、パワフルにやりたいと思って。そうですか、はい、そこでですね、当てとくれクイズを出題したいと思うんですね。ラジオ機の皆さん突然でございますけども、はい、最近和田さんはですね、はい、お気に入りのカラー色があるそうです。
ですね。そうですね。でそのためにですね、はい、明日の日曜日午後1時半からここで行うイベントホールのショー、はい、ここではその色を使う、つまり色を着る。そうですね、うん、もう決まってんですか。決まってます。あ、形は、形はね、あの男の子っぽい感じのボーイッシュなんですけどね、うん、あのコートをちょっと羽織るんですけど、うん、その中に着るのはもう一色って決めてる。一色って決めている、はい、決めてる。じゃあその和田さんは何色の衣装を着るか、はい、まあのペンテルのね、パステルのね、12色くらいの色を言えば当たりますね。そうです、12枚出せば、12枚出せばね当たるかも。もうちょっと少なくて6色くらいでも当たるか。6色だと難しいかな。いや、大体想像つきやすい色だと思うんですね。想像つきやすい色ですね、うん、はい、イメージ的にだからほら、あれかあれか、あれあれもあるかなぐらいのところで入ってきますもんね、うん、あんまりいわゆるあの変な分け方なんですけどね、うん、女の子っぽい、あ、女の子っぽい色でもあるかな。逆に女の子っぽいよ、今のシーズンで考えてみると。あ、そうですね、うん、あ、秋っぽい色ですね。そうですね、なるほど、いいヒントが、ね、かなりこうシックな感じがございますんでね、はい、和田さんは何色の衣装を着るでしょうか。これが当てとくれクイズ問題でございます。正解対数の場合は抽選で1名様に1万円、はい、郵便番号100千代田区有楽町日本放送日産ラジオプラザ和田かな子さんの明日のステージ衣装当ててください。お待ちしてます。でも考えてみりゃ妙な問題ですよね。何の脈絡もないもん ね、うん、でもね、明日ここに見に来ちゃえばいいんだ。そう、それが一番、それがね、確率分高いですもんね。狙い目だったりして、明日の、はい、明日のですね、1時半のステージ、これ楽しみにしていますんで、はい、学祭らしくですね、そう、秋を感じさせてくださいね。そうですね、はい、今日はの短時間でございましたけど、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではですね、そのテーマソングでございます。和田かな子さん、クレーションマイハート。ドキ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 だけ。
めでとうございます。おめでとうございます。どうもありがとうございます。あけいちゃんの鏡の中の私、これが初登場の1位になりました。はい、どうもありがとうございます。おめでとうございます。前の歌が1位だったんでね、はい、今度も頑張んなくちゃいけないなと密かに思ってたと思うんですよ。はい、安心しました。はい、うん、今日は今どこでどういうお仕事してるんですか。今は卒業の VTR を撮ってるんです。あ、なるほど。おにゃんこクラブ卒業のための、はい、VTR を撮っている、はい、ということは仲間と一緒ですか。一人のところを撮っているの、はい、うん、みんなと一緒になんかこう適当に勝手なことをやるのと違いましてね、はい、一人だと注文を受けて自分がやらなくちゃいけないでしょ、はい、大変だね。そうですね、うん、今日はですね、はい、どんなお化粧してますか今。今日はちょっとだけどんなお化粧ですか。大人っぽいのかな、それとも可愛らしい感じか。普通です。ちょっと背伸びした感じとか。普通です。普通ほとんどしてないんですけど、ね、ほとんどしてない。あ、そう、はい、あんまりしないのかしら。はい、好きじゃないんです、うん、そうですか、はい、じゃあ歌のタイトルの鏡の中の私っていうのはありますが、はい、あけいちゃんは鏡の中の私っていうのはよく見る方ですか。そうですね、はい、お仕事の時、うん、お仕事の時ぐらい、まあね、普段はあんまり見ない。はい、うん、見るとどうなのかな。あ、まだ丸いとか思っちゃうのかな。そうですね、そんなことばっかり。うん、ね、朝とっても強いんだっけ弱いんだっけ。朝は強いんです。強いんですか。朝は強い、と寝起きの顔見ても安心ですね。寝起きも同じ顔ですね。同じ顔ですか。はい、夜になると、夜になると目がなんか半分しか空いてない。もうダメなの。はい、そうか、うん、これからですね、日本放送の、はい、夕方というか夜8時半の番組やるんですけど、はい、少しは夜に強くなってね。はい、うん、お願いしますね。はい、はい、じゃあビデオの撮影中ごめんなさい、はい、どうもありがとう。ありがとうございました。初登場1位おめでとうございました。ありがとうございました。吉澤明恵さんでした。でもね、改めておはようございます。おはようございます。ともよちゃんといえば、私はこの番組で散々騒いでたんですけど、はい、番組がちょうど始まる頃に、ええ、この倉庫のその例のエレベーターでお会いしたんですよ ね、 すよね。ちょうどドラマの撮影やってて、その時にね、ちょうど夜だったんで、私たち打ち合わせに来た時に、原ともよちゃんが来てるよ、原ともよ来てるよとか言って、とか言って私も見に行って横からね、顔出してたら、ともよちゃんが小さな顔でポンとか中に入ってくれてね、わーなんて思いましたけれども、私がいつもこの埠頭に降りる時に使うエレベーター、シンディ・ローパーが2年前に乗ったんですって。あ、そうなんですか。多いんですか、やっぱりこちらの港、東京湾の方でお仕事するときは。あ、そうですね、他にスタジオとかも確かこの近くのあれにあるんでね。あ、うん、10番スタジオとかね、あそことかはね、よく使ったりしますけどね。はい、結構前から知っていた。はい、そうですか。どうですか、朝こうやって海を見るのは。いいですね。ちょっと曇ってるのが残念ですけどね、うん、今日はトレーナーと、それからスカートです。スカートで来てくれましたけど、はい、最近など雑誌やテレビでもちょっと見るとね、ほら妖艶のお化粧なさって、ドレスもすごくて色っぽくて、あー、友よさんも変わっちゃったなーなんて思いながら、見てる人もだんだん手が届かなくなっちゃいそうな感じがねして、でもすごいかっこいい振り付けなどしてたんですけども、でもこうやって朝だとすごく素顔に近くてね、はい、すごくね爽やかな顔していらしてくれてね、とってもとっても嬉しいんですけれども、どうですかこのぐらいの季節っていうと、さっきはねちょうど、夏から秋の変わり目だね、おまんじゅう屋さんが増えたり、それからたい焼き屋さんにソフトクリーム屋さんが変わったりなんて言ってるけど、とよもよちゃん自身は。そうですね、感じるっていう、うん、学校に2年前行ってた時は女子校でしたからね、ちょうどこの季節になるとやっぱり編み物ねやる友達が多くて、うん、そういうの見ると、あ、秋だなとかって思うし、あと制服とかのね、夏服から冬服に変わったりなんかすると、みんなね、衣替えね、友達なんか授業中下で編んだりしてるんですよ。やってましたね。そうですか。じゃあまた今この流れてきましたけれども、色、これはまた大人っぽいジャケットで、新曲で、
はい、流れてないから今耳の違いだったんですね。はい、これはいつ発売ですか？今日です。今日発売。はい、はい、そうですか。私 TBS の人たちに笑われてますけど、今日はテレビ撮影も入っています。それでは今日この新曲、今日発売の、はい、空に抱かれながらを聴かせてください。はい、うーん、渋いですね。めっきり大人っぽい、空に抱かれながら、これ今日発売という、作詞が秋元康さんで、はい、作曲が後藤嗣俊さん、はい、受話器から聞こえる5回目の呼び出しコール、待てないで電話ボックスに持たれて指先でそっと切れば一人で、そんな自分の経験ってありますか？いや、ないです。そんなおしゃれな、なんかかっこいい経験はないです。私なんかね、20回ぐらい鳴らしてね、もうとか言ってバシッと切るんですけれどもね。いやでもすごいんだこの詩、やっぱり秋元さん、口づけの意味さえ日常の苦読点になっていたっていう、苦闘点、うん、苦読点、苦闘点、苦闘点、苦闘点ね、はい、苦闘点になって、私の読みません感じ、すいません。そっか、なるほどね。でもこれ、こういうのもでも結構その想像もあるだろうし、でもやっぱりちょっとした実際同じ経験じゃなくても自分の思い出みたいなので感情移入してきた部分ってやるのあるんじゃないですか？そういう時もありますね、いろいろですけどね。なんかこうやって歌聞いてると入り込むんだけど、こうやっておしゃべりしてるとめっきりなんか淡白な感じになっちゃうっていうね、ハラルと申し訳ないかなと思いますけど。じゃあ今日は明るく学園祭の話題をしたいと思いますけれども、あのね、どうですか、学園祭なんていうのはやって、自分も参加してました？ええ、やってましたね。今ちょうどね、学校の、あの、なんていうのか、お知らせがあったらここで読みますなんて言ってたら、ちょっと読ませてくださいね。はい、静岡県の川島雅之くんは、9月の29日、これは学校行事として体育祭をやるということで、ただ月曜日なんですね。しかし内容にラムネ飲み競争、パン食い競争などがある変な学校ですなんて書いてくれましたけれども、それから、斉藤義弘さん、豊島区の方は、独協学園、10月4日と5日に文化祭、喫茶店とかライブハウスとかいろいろやりますよ、地下鉄線江戸川橋下車と書いてあります。それからこれはペンネームサビンボ君、上の通り10月18日と19日に慶応高校の日吉祭があるということなんですけれどもね、いろいろ皆さんまだまだね、あの、受け付けてますので、あの、これぞどんどんご報告させていただきたいと思いますけども、プライベートで学園祭に遊びに行ったりしたことは？あ、前に一度だけ あるかな。はい、どういうところに行きますか？どういう、友達のちょうどお兄さんの学校だったんですけど、うん、あの、名前忘れちゃったんですけど、ね、失礼しました。いいですよ。じゃあ、自分の学園祭では何をやってた？ですね、うん、あの、うちのクラス、劇をね、やったんですね。それで、あの、メイク係をやりました。メイク係？はい。じゃあ全然自分は前面に出ないで、うん、あの、人にね、あの、化粧したりするのすごい好きなんですね。だから、え、楽しんでやって、はい、でもじゃあ友達ちゃん、自分の化粧なんかも結構自分で凝ったり？そうですね、結構ね。テレビなんかの化粧はじゃああれ自分で？自分の時と、あとメイクさんの時と両ありますけど、すごくほら肌も綺麗だし、目もな、整ってるからメイク映えっていうのがするんでね、羨ましいなと思いますけども、でも、あの、なんていうのかな、メイクはしても、あの、ステージとか振り付け自体は結構、なんていうのか、男っぽいっていうか、ああ、そういう感じがする。そうですね、うん、結構、はい、動いたり。誰のステージを目指しますか？例えばどういう人みたいな？そうですね、皆さんそれぞれにすごい個性があって素敵だなとかって思うんですけどね、まだ、あの、よくわからないですね、どういう風にやろうかなって。ただダンサブルにやりたいっていうことだけで、はい、ダンサブル、あの、吉川晃司さんのダンシングコンサートなんて、ああ、行きました？行きました。あ、本当に、はい、あれなんかもすごい音、すごいですね、うん、はい、どっちかっていうと女の子の、じゃあ、あの、振り付けでこうやって女の子を表現するっていうよりは、みんなで踊っちゃっ て、そうですね、その方がなんか楽しいような気もするし、はい、いや本当にね、あの、そう、まだ慣れないとか言われてますけどもね、全然それじゃないぐらいテレビで見てても迫力あるなと思ったんですけど、それでアルバムの方も、はい、出るんですか、出たんですか？出るんです。11月28日予定なんですけれども、はい。じゃあ今録音？そうです。今レコーディング中です。やっぱり秋元さんの作品かな、もう。もうあります。
後藤壽俊さんにまたプロデュースをしていただいて。ああ、はい、なるほどね。ビデオも、10月の21日にライブビデオが出ます、原田知世、マスカットマスカットリップストア、はい、86。本当これ色っぽいんですよね。これうちの母親も見てね、雑誌見ててね、まあすごいとか言ってました。内容的には詳しくお話できないんですけど。あ、そうですか。はい、はい、楽しみ。何せ愛情物語の映画の時にこの倉庫の隣の引き込み線で撮影して、私の方が詳しいというね、はい、今思い出しました。はい、よかったらここね、いつもやってますので、どっかお仕事とか映画撮影早くて、もしここら辺で撮影するときは覗いてください。あ、じゃあぜひ。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。よかったら最後まで言ってください。はい、どうも。責任取りますか。取ります。取ります。はい、響きは父からは、はい、ちゃんとあけみちゃんが自分で責任を取ります。はい、うん、なんかこう覚悟したことってあります？そうですね、今まではおめでとうと言われてもそんなに、ああすごかったですねってなんかほとんど他人事だったので、うん、今度からはきっとすごい喜ぶと思います。ニコ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 して、ああ、そこにポスターが貼ってあるとかで、うん、ニコニコしちゃって。そうですか、はい、じゃあですね、まず喜んでもらいます。初登場12位です。来ました。私はこんなにいくと思いませんでした。思いませんでした、私50位の中に入ったらもうラッキーだなと思ってましたから。へえ、それびっくりです。本当にびっくりしてる。本当にびっくりしてるんです。はー、夢で言うとどんな夢みたいな感じですか？メロンに埋もれて寝てるみたいな。で、頭からメロンがゴンなんて当たっちゃって、あ、いて。私ブロッコリーの降ってくる夢は見たことあるんですけど。ブロッコリーが降ってくる、こんなに大きいんです、ブロッコリーが。それで上からドーってブロッコリーが降ってきて、私逃げるんですけど当たんないんですよ、でも、うんうん、バーって降ってくるんです、ブロッコリーが。へー、緑のやつなんですけど。へー、はい、鮮やかな緑で。食べ物としては好きなんですか？ブロッコリー好きです。好きですか、はい、いや食べようとかそういう気はなかった。気はなかったんですけど、降ってきた時は。降ってきたんです。うーん、なんでだろうね。変な夢ですね。妙ですね。妙ですね。考えてみると噴水があって、その次の日悪いことがあったとかいいことがあったとか。いや別に、ああブロッコリーが降ってきたんですって言ったらなんか誰も信じてくれないんですよね。あ、夢で今ね、ブロッコリーが緑だって言ったでしょ、はい、カラー。カラーですね、私。で、ストーリー性はありますか？ストーリー性はいつも短編なんですよね、うん、突然場所がバーンと変わったりとかします。へえ。エレベーターの夢見た時は疲れてるみたいですけどね、うん、エレベーターが下がるんですか、上がるんですか？私急に下がるんですよ。急に下がる。だから耳がこういう風に聞こえなくなったりとか、キーンとなるような、はい、あと目から血が出ちゃったりとか、そういう体を痛める。人の目がこう血が出て、目から血が出て、その返り血を浴びちゃったというか、うん、あるんですよ。うわ結構なんか猟奇映画的なね、怖い話になってきますね。危ないですね。ねえ、辛いですね、はい、でもそういう時はこう起きてみるとね、涙流しているとかないです。そういうのないですか？あ、疲れた。なんか寝て疲れちゃったりしっかり夢見てる方ですね。私夢いつも見るんです、ね、はい、うん、夢日記なんていうのをつけてるとおかしいかもしれないね。あ、そうで起きてからね、すぐ書かないといけないですけどね、うん、でもほら夢の内容っていうのはね、人によって必ずこう一晩に4回5回っていうのを見るんですけど、はい、僕なんてほとんど覚えてないのね、うん、普通覚えてないですよね。なんか見たなって見たなっていうのはあるんだけど、うん、よく覚えてますね。変なやつだけ覚えてますよね。変なやつだけね、うん、言ってたな、自転車で持って両手話をするとかしないとかね。、はい、うん、そういうのありますしね、じゃあ歌の世界でですね、師匠